かから独立輝かしい未来へ向けた元金プリ平野紫耀の大胆な一歩ジャニーズという言葉は、かつて輝きをまとった魔法のような響きがあった。しかし、最近では、脱退した元メンバーたちの姿を見て、その魅力が失われてしまったと感じるファンが増えている。最近、話題になっているのは、キングプリンスを脱退した平野史洋、神宮寺雄太、岸雄太によるユニット、ナンバー、愛な表紙を飾ったファッション雑誌だ。 しかし、その写真に対する評判は、かんばしくない。特にひどいのが平野。気だるそうな表情を決めている。といえば、聞こえはいいが、ただ映りが悪いだけにも見える。というか三人それぞれ、ジャニーズ時代にあったような覇気がまるでなく、おらついたユーチューバーのような仕上がりですと芸能ライターが指摘する。実際、ネット上では、こんな顔だったっけ。けジャニーズのバックアップなしじゃ普通の人だね。あれなんかこれじゃない感が。 といった声が相次いでいる。かつてのキラキラ感がなくなり、ジャニーズから離れたアイドルたちがどのように変わってしまったのか、多くのファンが落胆しているようだ。ジャニーズを離れた元メンバーたちの変貌について、ジャニーズファンは、キラキラ感がなくなると嘆いている。ジャニーズを抜ける際、ファンたちは、キラキラ感がなくなるといった抽象的な言葉で反抗したが、実際にジャニーズを去った者たちの姿を見ると、その言葉には一理あるようだ。ナンバー 愛の他にも、手越祐也や西木亮、渋谷スバルなども、あっという間に突走王の男性に変わり、輝きを失ってしまった。一方で、スノーマンのメグロハスや、何話男子の道江俊優は、めきめきと輝きを増している。これを見ると、ジャニーズファンたちの意見も納得のいくものとなる。失われた輝きに加えて、ジャニーズという看板を失ったアイドルたちについても注目が集まる。スノーマンも、何話男子も、 厳密に言えば、もはやジャニーズではない。さらに、二宮和也や岡田純一については、ジャニーズと縁を切って独立している。ジャニーズタレントが輝き続けていたのは、スタッフの努力やプロデュース力が大きかったはずだ。しかし、これから先、彼らはどのような未来を迎えるのだろうか。ジャニーズという魅力的なプロデュースがなくなったことで、アイドルたちは一層自分の力で輝かなければならなくなった。スノーマンのメグロハスや、 何わ男子の道江俊優が成功しているのは彼ら自身の努力や魅力があるからだろう。これからのエンターテインメント業界ではジャニーズ以外の道を歩むアイドルたちも増えるかもしれない。最後にファンやエンターテインメント業界の関係者たちに向けて問いかけたい。ジャニーズを離れたアイドルたちはどのようにして新しいステージで輝くことができるのか。彼らの未来は果たしてどうなるのか。 これからも彼らの活動を中止し、新たな展開に期待したい。これは単なる変革の時期かもしれない。新しい才能が芽生え、新たなエンターテインメントの形が生まれることを期待している。アイドルたちの未来に注目し、彼らがどのように成長し、輝きを取り戻すのか、これからが楽しみだ。